加減の2、ハイロー。彼は煉獄杏寿郎が縁柱となるきっかけとなった鬼。この鬼は新選組副長土方歳三がモデルなのか、いや新選組の他の人物だったのではないか。鬼滅の刃のミステリーに迫る。第90回鬼滅大学開幕。失格です。今回は動画の最後にお知らせがあります。では早速本編に行きましょう。加減の2、ハイローについてですが、その名前の由来は廃刀と新選組の異名である身風呂から来ているのではないかと考えています。廃刀とは刀を腰につけること、身風呂とは新選組の異名身風の狼。この廃刀と身風呂を合わせて廃炉。この廃炉は最初は土方歳三がモデルだと思い込んでいました。その理由は廃炉と土方歳三には多くの共通点があったからです。いくつか挙げると、廃炉は影を操りますが、その影はダンダラ模様、分かりやすく言うとギザギザ牙のようになっている、そんな模様です。これは新選組の羽織の柄と同じです。またハイローは鬼ですが、土方歳三もまた鬼の副長と呼ばれています。ハイローは拷問を得意としていると語りましたが、土方歳三もまた副長でありながら自ら拷問を行っていました。さらにハイローは銃と刀を所持している、これは土方歳三も同じです。2人の見た目も西洋の服、長髪、似ている部分が多いです。さらにハイローは最後に人間時代の記憶を垣間見ますが、それがほぼ明らかに新選組の仲間たちに見えます。そしてハイローは人間時代に銃で撃たれた、土方歳三もまた銃により戦死したので、この点も似ています。まあこれだけ揃うと土方だろうって思ったんですけど、とするといくつか疑問が生まれてきてしまいました。一つ目は父煉獄杏寿郎とハイローの戦いの回想シーンです。杏寿郎はなんでお前のような畜生が生きていてあいつが死んだ、杏寿郎は亡くなったルカさんに思いを馳せています。ともあれハイローは杏寿郎に追い詰められていきます。その時のハイローの様子は切らないで切らないで繊維を喪失していて怯えています。それを見て杏寿郎はもう疲れたと戦いをやめ立ち去ります。そして時を経て杏寿郎と対峙した際もハイローはまた逃げるかと自問自答しています。一方土方歳三ですが、代表的な名言として我この策にありて引く者を斬る、これは土方歳三が馬の上から敗走する味方に対して敵から逃げるな、逃げるなら俺が斬ると、逃げることは絶対に許さない、自分はもちろん他人も。土方歳三のこの生き様を考えると、ハイローが怖がる逃げるというエピソードをわざわざ入れたのはむしろ土方らしさが消える。ただハイローについては人間時代の人格を失っているということならそれだけの話ですが、ただ次の違和感は決定的だと感じてしまいました。それはハイローの人間時代、その最後の瞬間を描いた回想ですが、ハイローは敵から何が武士だ、刀で銃弾を落としてみろと煽られています。これが不思議で、土方歳三はむしろ銃など西洋の武器の強さにいち早く気づいた人物で、最後の戦いでは当時では高性能な銃を使っていました。そして馬に乗っているところを撃たれています。しかしハイローは地面に倒れているところを撃たれ、最後の場面はまるでラストサムライのように刀だけで戦っている、肝心の死に様が土方歳三とまるで一致しない。さらにハイローは甘露寺光にもこのような言葉をかけています。誰にも認められず知られずに死んでいく、惨めだな惨めだな。この言葉はもし牛太郎のパターンと同じなら自分の死と重ねていそう。ただ土方歳三は認められてたし知られていたし、惨めというよりかは名誉ある戦士かなと。何より自分で選んだ戦いですし、土方歳三ってそこまで惨めだと思って死んだのかなと、ここも不思議でした。そしてハイローは目が体中に描かれている、土方歳三とたくさんの目、この関係が結びつかない。さらにハイローは落ち着くために頭を打ち抜く癖がありますが、これも謎です。そしてそもそもハイローは身分の狼からと言いましたが、身分の狼というのは新選組の一時的な異名で、土方は関西から東北まであちこちで戦っていて、身分で死んだわけでも生まれたわけでもない、なぜ身分の狼にこだわったのか。今挙げたような謎を解決できる人物が新選組にはいました。その人物は副長除菌山崎進。彼は身分村の医師の子供として生まれました。
生まれが巫舞と関係があります。そして彼は色白と言われたり色黒と言われたり謎が多いのですが、くしくもハイローの顔は白と黒に分かれている。そして山崎進の新選組での仕事内容は2つ。1つ目は外部の様子、周囲の情報を探る。そしてもう1つは新選組内で不正をしている者がいないか目を光らせる。つまり戦いだけでなく山崎進の仕事は周囲に目を光らせるというもの。ハイローも全身にたくさんの目があります。また山崎進は情報を仕入れたり相手を脅迫するために拷問を行っていました。この点はハイローにも通じますし、ハイローが死なない程度に拷問できると言っていたのも山崎進がモデルだとしたら父が針を使った医者だったのでつながるのかもしれません。そんな山崎進は情報収集の能力を生かし京都に火がつけられることをいち早く知り、新選組はこれを未然に防ぐことができた、いわゆる池田屋事件です。山崎進は斎藤はじめと刀の稽古をするなど戦いにも愛着があったように思いますが、一方で事件を未然に見抜くなど新選組の頭脳と言われていました。ハイローは冷静になるためにその頭を打ち抜いているのは新選組の頭脳という役割とつながる描写なのでしょうか。そんな山崎進は鳥羽伏見の戦いで銃弾を受けてこれが原因で死亡していますが、鳥羽伏見の戦いの当時を再現した絵を見てみるとハイローを殺した人物と服装が酷似しています。そしてポイントはここからで、山崎進の死については諸説あるんです。要は謎になっている。一説では撃たれた後に近藤勇や土方歳三の元にたどり着き船の上で皆に見取られて亡くなったとか、あるいは撃たれてその場で亡くなったとか、死亡の経緯や場所がはっきりしている土方と違い、山崎進の死は謎が多いので逆に作品のモデルとしては描きやすかったのでは。例えば鬼滅の刃の世界では撃たれた後に無残に目をつけられたと。これが完全に土方歳三をモデルとしていたら函館、つまり北海道で亡くなっていることになります。設定的に無惨はなんで北海道にいたのかと不可解な点も出てきます。やはり山崎進くらいいつどこで亡くなったのかわからない人の方がモデルにはしやすいかもしれません。そして山崎進は近藤勇や土方歳三をはじめ新選組の皆から愛されていたといいます。ハイローもまた生前の仲間から愛されている描写があります。ただ山崎進だとしても一つ疑問点があります。それは山崎進は刀もそうなんですけど棒術の達人でもあるんです。その点はハイローには一切ありませんでした。そこは疑問として残ります。そして僕は3つ目の考え方に至りました。さてここまで土方か山崎かと話をしましたが、もう一つ僕には考えがあります。それは短い出番でありながらハイローの多すぎる特徴です。この特徴をたどった結果、土方のようでもあり山崎のようでもある、あるいは認められずに死んだというのは処刑された近藤勇や病で亡くなった沖田総司の無念のようでもあります。ハイローが銃を捨て最後は煉獄さんと刀だけで戦ったように、新選組の剣豪長倉新八をまた戦場で銃を捨て刀で戦いました。またハイローは新次郎に斬られた際に戦意喪失していましたが、新選組にはまた敗走しようとして土方の怒りを買った者もいます。そう考えるとハイローのモデルは激動の時代に立ち向かい飲み込まれていった巫舞の狼と呼ばれた新選組そのものをモデルとしたのではないか。ハイローは新選組の化身として描かれたのではないか。だから狼を無数に出す技があるのか、目が多いのも新選組の皆の目なのか、考えるのは楽しいですね。そしてこのハイローが煉獄さんと戦った意義です。ハイローは認められない、そういう敗戦戦いは惨めだと言った。でも煉獄さんは父上に認めてもらえなくても立派に戦い抜いた。またハイローは殺した剣士の刀の鐔を奪ってコレクションしていた。もしこれが生前から行っている癖だとしたら、きっと炭治郎が煉獄さんの刀の鐔その思いを受け継いだように、ハイローもまた仲間の鐔思いを人間時代は背負っていたのかもしれません。そう考えるとやはり鬼は悲しい生き物ですね。ここまで個人的な考えを述べさせていただきました。公式の見解とは全然違うかもしれませんが、ただやっぱり鬼滅の刃は考えるのが楽しいですね。本当に深い作品だなって思います。動画の方いかがだったでしょうか。ここからチャンネルからお知らせです。鬼滅の刃を語り始めて2年が経過しました。それに伴って
11月22日夜10時から感謝のライブ配信を行います。まあ本当は YouTuber だったらチャンネル登録者数何万人突破とかそういうタイミングでやるのがいいのかなと思ったんですけど、僕の個人的な思いとして一つのことに情熱を持ってどれくらい続けられるか、それもすごく大事だなと思っていて、それが続けられたのは見てくれる皆様や鬼滅の刃という作品の素晴らしさだと思いますので、やはり感謝のライブ配信をやろうとそう決心しました。ライブ配信ではご発注などもありまして、大量開封企画やこのチャンネルにおいて良い意味での変更点などもお知らせできますので、ぜひ気軽にご参加いただけると嬉しいです。それではここからはプレゼントの紹介です。本名でいただいてますので、イニシャルで KS さんから心身ともに無理せず頑張ってください、応援していますというメッセージと野菜ジュースいただいてます。本当にありがとうございます。健康に気をつけてこれからも頑張ります。それではちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。